素晴らしい穏やかな祭典日和を神様から授けていただきました、えー、11時からの南雲島での祭典がえ、えっとえー、待っておりますしてご神徳をしっかりいただいて、えーまあ、今日夜にはそれぞれのお本演 家庭に、えー、お互いいがつくわけでございます本当は昨日すべきでございましたがいろんな予定が少し狂いまして今日貴重なお時間を1時間だけ拝借をさせていただいて、えー、まあ勉強させていただきたいと、えー、時間が本当に、えー、ありませんのでこれ大体いい1時間半ぐらいの うんお話のつもりで、えー、プリントしてきたんですがとてもそんな時間がありませんのでかいつまんでですね、えー、お話を進めさせていただきます。でそれは結論的に言えば5・6になるわけでございますがうん本当にこの大本という,う神聖な教団はうんまさに えー、天地創造の誠の生きた神様が今でもやっぱり活気凛々とご経輪ご指導またご神徳を賜っておりますでそれは一つの型としてですねやっぱり出てるなあということをしみじみ思うんですねで実は、まあ、こちらの新聞はね一日遅れるん、えー、でこれは 1> 1日の新聞ですがね、こんなでかでかとね、中村前建設逮捕へというね、衆院26年ぶり許諾議決とこうなってますね、これ見て私、ピンときた、ね、昨日うちょっと触れたと思うんですが、この26年というのは、去年ですね、えー、物語四四42章の無道の極みと。 これをもう摂政様も自ら構成されて直されたのにもかかわらずですね萬古を <laughs>、まあ、その天の神に直しとるわけですね。ほいではもう国祖のご引退ご再現というものがもう意味なくなる。なんじゃ天の神様もうもう最初から承諾の上で萬古、まあ、や 大悪前の古分、ね、となんかこう話し合いして「そうかほなもう、うん、やめさすわい」<laughs> いうようなことになってしまうわけですねこれ。ええー。天の守の,その最初からもう承諾をその悪魔の古分とされとったらねもう八百長っちゅうことですよまあ俗的に言えばねそういったことがなんて分からんじゃろうかと。ちょっと常識的にねそしたら 文書が成り立たんがこれは大変なことじゃないかということ誰がピンと感じなきゃいかんでしょそれが26年間もですよ去年がちょうど26年ですよその通りですよねこれは怖いなと思うんですねでその他いろんな面がこう今でもやっぱり語に <laughs> 出ておりますがねこのことはあんまり言いたくないですもう恥さらしてねこれはもう まあちらっと3月号に匂わしておりますがね1月の28、29、30日大阪の国税庁が <laughs> 綾部、上岡、東京三ヶ所をまあ襲ったんですよね。ほいでまあ綾部はまあ,まあ3人来てえー いろいろ調べたけど結局ここは亀岡の指令で動いてるなということで亀岡にそのまま行ったで東京も一日すんなで亀岡はねもう書類全部原封されてそしてもう長いことを調べてまあ6日から 6, 6日目前帰ったんですかね そういういことですでこれまあどう弁解するかというわけで、えー、先立てのうん月並みんにわざわざですね上村君がア場に来て1時間半にわたって弁解しとるんです。<laughs> まあそういうこともありましてまあいわゆるゼネコン汚職のですねまあ悪い方がどうも <laughs> 映っとるんじゃないかと思いますかね。 本当に怖いですねで、まあ、我々は良い方を本当に四な直美教師のもとにしなきゃいかんとこれもやっぱり日本はもちろん,んアジア全人類に本当にこれ響いてくるなということを。 もう怖いいほど感じさせていただくわけですねでそういう面で、この日本も今、本当に政治の面がごたごたしております、これも悪い方ですよ。で下手するとですね、まあ、来年の参議院の選挙がどういうことになるか、えー、あるいは衆議院の選挙がどういうことになるかですか下手やるとやっぱりね、まあ、ひ政治家の名前はあまり上げてもいかんですかね、いわゆる1・1体制と言われてるですね、 それがまだのさばってきたらこれは憲法改正狙ってますからね、これは偉いことですよ。そして憲法改正ということは定着しているさかい、それをはぐらかすために国際貢献をいかにするかっていうわけでね、まあ、国連、えー、中心主義っていうようなことを言うんですが、国連ってあんまり当てにならないんですよ。やっぱり日本は日本の正しい平和への主張っていうものをどう持つか、これはやっぱり我々が良い方を出さなきゃいけない。 これはどういうところにかかってるかというとやっぱり本当の神亭四代様は直美様じゃっていうこの主張これを貫いていくというそういう我々は今日使命があるでその点を本当にやらなきゃいかんと思うんですねでそういう面でですねこれもあんまり種分けしようともいかんですがやがてこれはまあお楽しみです <laughs>。地方からやっぱりねそういう声がだんだんやっぱり感じてきたなっていうことを感じます。 そういう面で大変大事な時でございましてまあこの研修会もですねえ我々はそういう神様のご経臨の躍動をどう感じさせていただくかとお互い感激を持ってご信業に邁進したいと思うわけですこれが結論です最初結論を言わずに私の話まあどうしてなくなるのだでそこでですね えー、よく、まあ、まあ人間心をお互い出したいんですねこんなへんぴなところがなんでご診療所大事なところやろかと飛行機に乗って汽車に乗って、えー、あるいは飛行機がまあで、まあえー、天気が悪かったらまあ博多から船で6時間ぐらいかかって <laughs> こんなんとこんなとこがなんでご診療所大事やろと思うんですね。 あるいはあ去年うん秋に、えー、熊野の官房層が、まあえー、鎮災されまして大変、まあ、あの時も素晴らしいお天気でございました、うん、あんな偏僻なところが何でその大事なご神境三郎の御家庭の一致しやろうとこう思われるこれはまあその通り。り京都から6時間ですよ部からに えー、やっぱり記者の待ち合わせなんかしよったもう8時間か八時間8時間もかかりよったらねえー、まあ東京から博多まで行ってしまいますもんね、ま、時間が余る <laughs> だいたい大体大本の、うん、まあご因縁の深い聖地と地方の聖地というのは綾部、まあ、でもそうですが綾部亀岡ちょっとまあ、うん、京都から20分で着くようになりましたけど。 綾部でもやっぱり1時間20分かかりますよね。うんまあ夜だったらあ、まあ、車の方が1時間ぐらいで行きますけどやっぱり遠いですね。このスピードアップされてる時代においてね遠いですよ。ところがね遠いと今は遠いやがては遅刻になるけど <laughs> 神代の時代はね 遠い近い近ものはここは中心やったんですよで世が変わってうちの患者さんが <laughs> 長い間ご苦労されてそして長い間まあまあバン古や大財政の系統やなそういうのがまあのさばっとったわけよそうするとこれはやっぱ金儲けせなきゃいかんやっぱり大衆霊獣的なそういう方向でいっとったんですそうするとやっぱり便利なところより安いところやっぱりそういう まあ金儲けしやすいようなところに集まってくる日本の歴史みたかってそうですね近代になってからですねやっぱり東海ベルト地帯と言われるまあそのアメリカさんと長居をして日本は早う近代化せなきゃいかんわけですよね。こんな北からよくなるぞ言って大本さんもう逆じゃねえかって言うんだけどまあ今までは北がまあよくなる仕組みだったんですねでこれからどうなるかいうと北からもようなるし南もようなる <laughs> そういう時代でございます。うん、でそういう点もね、本当にこう、感じざるをえ、まあ、ないわけでございます。えー、そして、まあ、不便なところほど、本当は日本の良さというものがですね、これ、残ったんです。で、その代表的な島が、この大衆でございます。で いかにその、まあ、古くから開け取ったかということはですねこれはあの一ご覧になったら分かるようにですねなぎなみにしんが雨のぬぼこをなりして、えーまあ、日本ができたとそうするとそこに <laughs> 降りてきてですねいわゆる、まあ、国土の開発国海神上海のご神業をされる。 これが2番目ですねでそこにですねえー、淡路のこの幸分けのお島を生み次に伊予の双野の双野を生み玉行き次にくし島を生み玉行きこの島も実一つにして主四つあり次に対馬対馬 島とあるいは津の島と書いて今,今の対馬となったのがずっと後ですわねまたの名は雨の差でより姫というとこれはまあ聖様も四のお歌に「久方の雨の差でより姫の神開いたま石玉での島かな」といううにまあお歌になったと。 昨日はこの説明は柴田藩がやってくれはったんですがでそういうことを考えますとですね「古事記」に乗るっていうことはね、まあ、大変な当時の重要な島なんですねで当時の地名が載ってないところで言うと、まあ、佐渡を北限としてあと関東もあんまり載ってないんですねでもちろん東北はこれ道の奥じゃん <laughs> えー 北海道も乗ってないですね渡島いでて乗り出したのはずっと後です。でそういうことを考えますとやはり古事記がまあできたのが大体8世紀と言われるとで今から1200年前ですね大体ざっと。はあそうか1200年前に書かれた古い文章かとこう思うんやけど世界の中国とかインドとかエジプトとかまあ今までイランイラク戦,戦争ばっかりしよった。 まあイラクもですねまあえらい湾岸戦争で板で受けたわけですが昔は <laughs> いわゆる文化の発祥の地ですよねあの辺はねメソポタミアンというのはね我らも古い歴史持ってますよね。でそういうその古い国々の神話と比べたらたった今から <laughs> まあ1200年に古事記日本書紀ができたということはね これはまあ日本だけ言えば「はあそうか古いな」「これはもう2000年の歴史が書かれとるんやな」「神の歴史や」と思うんやけどこれは実際はね8世紀でしょ8世紀だうもう儒教はどんどん入っていますよね仏教も入っていますよねでただまあそのまあ中国の言葉漢字っていうのはまだそう普及してないそうするとやっぱり当時のまあ政治取ってる、まあえー、上層部 中国通とか国際通の連中がですね日本の政治を牛耳ってますねそしてその当時いわゆる8世紀だいわゆる奈良の律令体制いわゆる律令体制言うと天皇制ですね今からまあ今からちょっとなんだけど、まあ、神武天皇朝その天皇の意向を突き固めるためにまあ 中国の文献やいろんな文献を参考にしながら日本の天皇の御皇室がいかに尊いかということを、まあ、作らなきゃいかん。<laughs> でその作ったのがですねまあ大体、まあ、藤原家ですね、えーまあ、そういうことが、えー、の連中ですねそしてまあ亀、えー、岡の、うん、あれは冷えたのかな、えー、そういうまあ 物覚えの絵ですね語り部あたりをこう連れてきて、まあ、語らせたところがまあ語り部豊かですね秀出のあれがそうやっちゅうんねんけど大体まあその人間の頭脳注ちゅうもね限りがありますよ大体記憶力っていうのは200年後限度にしたそういう歴史的なだそうですそれがまあ よいから言うとるちゅうと具合悪いけど <laughs> <laughs> まあそこら辺は相当ですねまあ藤原不ヒとちゅうのが中心になってね日本の歴史というのは8世紀にできたというのが今日のまあ歴史学会の通説になったんですね <laughs> ところが聖子様の物語ちゅうのは天地防犯からずっと神々のご経倫の歴史もちろんそこにはまあ お下の人さんがご引退されたいろんな慶一門が述べられているでそういう素晴らしい天地防犯カの歴史そこにはもちろん日本の、まあ、ちょうど、まあ、先ほど言いましたその雨ののぼこが落ちてそして神、えーえー、海国海の神行これから古事記載ってますよ。 その物語にはですねそれはもう皆さん言うまでもなくですねあのノアの洪水が、まあ、物語にも書かれてますねでその後はやっぱりこう悪魔もなかなか改心できんそして神の警告として天才一変が次々次々起こってくるでそこにですねご引退されたあー国葬神あるいは静んの昆人様は あの天鉱山の噴火口からとん、まあ、身を投じてですねそして、えー、万能を一身に、えー、罪を背負っていわゆる野田立彦野田立姫の神としてご出現されてまた安定を得たわけですねでその後が古事記からこう出てくるんですよでそういうですね、まあ、膨大な神々の歴史というものが 初めて物語によって明らかにされた。でこんなですね、こんな聖祖様の素晴らしいあるいはもうお手先もそうですが、お手先はこの断片的にちょちょっと出たんですが、物語はそういう、うん、まさに誠の神の歴史生き歴史そういうのがこう出てですよ。これでこ <laughs> の天照大神さんからずっと124年続いてるんじゃ。 これがあまあこれがいうといかんけどこの生計の万世系の天皇が日本を治めるんじゃそれが国体だというちょっと明治から襲えてきたんじゃね相当と片一方にはそういう素晴らしい教え大元の宗教が広がったられはもうやらい困るでしょうでそこにですねいわゆるまあ端的に言えば神官の創意ということでしょうね 国家の作り出がしたいわゆる神話と大本自体の神の歴史これの違いところがまあ大黒摩さんは権力を持ってますからね国家を治めてきたんだけど軍隊警察行政権司法権立法権持ってるんやからね怖いですよでそういう怖いの怖いというのに、ね、もう 物語には分からんか分からんかというようなことでね、お書きくださった。そういう面でこうずっと見たらいいんですね。そしたらよう分かるで。そこにこの摂、うん、様のご苦労というものがあるわけですね。このご苦労。でどんだけ摂様が曲が、まあま、りなりにもやはり日本語をうまあ,あ、納めてきあった。でなんとかして 誠の神さんのご出現を分からして、まあ、自分の職匠としてですね救いの神魅力の神としてご指導しなきゃいかんですねそのご苦労は一番大変なことですねですからそこにはやっぱりご因縁を得てあの、まあ、鶴殿さんとかですねまあ昭憲皇太后の名,さん名子さんとかね、うん、それから <laughs> えー、鹿児島の成明校の名護さんですね、これはもう大手先、大正10年前、あれ大正8年に火の巻が出たんですよね、東京で出版されたんです まあすぐ警視庁で押さえられたんですが、まあ、その前に、えーつるあのー、ご覧になったんでしょう,うんそして自らまあ大本の教えに帰依されてそしてご、えーまあ、教今の天、まあ、亡くなった昭和天皇の助官長をされとったんですからね えー、まあ影響力は多かったんですね。うんでそういう面も至れり尽くせりですよね。ですから皇室の中にも、まあ、大元のうんことはご存知ですよ当然。それからもう一つはね矢の大佐いうてこれも,あた、ま、も天才的な、えー、無奥っ 艦の手法なんかを同時に売ってもびくともしないようなそういう電気配置というかねこれを発明されたのが矢野三十というこれはまあ猛先生様が行かれるときにまあいろいろ準備したりなんかされた方ですね法典でね。でそういった方もまあ 宮中関係にものすごいですね、えー、働きかけられておりますね。で、そんなわけで、陸海軍の大将、中将とか少将とか、そういう上級の召喚連中でも、本当にまあ大元の存在、摂政者の偉大最中のを知ってたんです。で、特にね、まあ、昨日も <laughs> まあ思い出したんですが、うん、あのー、 みありましたね東郷さんの、うん、写真が載っておりましたで東郷さんを日露戦争で、ね、本当は助けたのはですね秋山さんですね秋山中将になったんですがでこの方も大変おおむ熱心になられたことはいいけどねちょっとまあどういうことかなああいう天才的な方はすぐ満身するちゅうかな <laughs> そういうわけで。 まあ満身したら一番怖いんですがまあ悪霊にやられちゃってね宮中でまあいろんなことをしゃべりだして、えー、それで摂ス様が乙女になったんですよ乙女になったということはねまあストップされたんやな <laughs>、まあ、そういうやっぱり摂ス様もうん、もうまあ言えんですかねあんまり言えんですがほら怖い見抜き見通しですね これはやっぱり誤解を受けちゃいかんちゅうわけで。もうそれだから大変なことですね。でそういう,うことでございまして、えー、大変この島は何でもないようなあれですが昨日、まあ夕べもですね、えー、大國さんがお供して大変なそのう竜素晴らしい竜が。 摂様にその黄金の玉といいますかね、えー、まあ差し上げた、うん、まあ霊的な面でしょうけどで昔もですね今日これから行くあの南室島は、うん、やっぱり龍神さんがおるとあるいはあそこは上島やというであんまり寄りつかなかったんですね。でそれはどういうことかいうとこれももうあのずっと。 古く頃が言い伝えになったんですが、まあ、参勤交代ですねこれ総10万石ですか三参勤交代はやっぱり瀬戸内海を通じて、まあ、大阪上陸してそれから下に下にしてこんな陸路行くわけですが参勤交代で交代の時暴風が来てもう限界荒れちゃってもうどこについていったか分からんとでその時その大きな あ光がですねこの島から天に忠してでそれを目当てに、えー、まあ,あ殿様変帰られたというわけで、えー、これは実際でしょうねだからあの島の周辺の漁師たちはですねもう特別の,その殿様のまあ,あ 特権をい,ただい,て、ね、いつでもそのブラックの連中は島全体の、まあ、漁業権ちいますから <laughs> 昔はどういう,言うとったか、まあ、とってもええというような特権を頂い,いてるわけですねでその時のうんまあ救難にですねいち早く長谷三次で殿様を救うたと、まあ、いうそういういい伝えがあるんですねで実際あ,のあそこから光が見えたちゅう人も この実際、体験した人もまあおるですね、そういうり、えー、ところに、えー、やっぱり施様があ、ここに早く別院を建てろと、そしたら、うんまあ、この島自体が潤うぞと、それはやがて日本にそれが移ってくるんやと、まあ、いうことを、まあ、おっしゃって、えー、昭和10年の事件までにですね、まあ、寺,寺山さんを、まあ えー、おじいさんが中心になって、そしてまあ資金も集め、木組みもちゃんとして、土台もちゃんとできて、これから建てるというときはの、だがだが来たわけね。で大変もう残念でございますが、これから本格的なあれがまあ考えられるというわけですね。そして、ここは昔からです、ね、国防上のもう一般の最先端の大事なところですね。これは えー、3に書いてますこれはですから、えー、日本の歴史、まあ、主に2世紀半ばから3世紀にかけての状況を、まあ、一般人民たちの生活の状況特にまあ卑弥呼あたりの状況をですね書いたのは日本の歴史じゃなくて残念ながら中国の魏の国の魏志和人伝というのに載ったんですね。 でその中に通し輪が、うん、ちょこっと乗ったんですね。えー、まあすでに戦後あまり、えー、まあ住民がおるとで主にですね漁業と公益にまあ朝鮮との公益ですね従事しとるっていうことがこれ日本の記録やので義士寡人でねこれ乗っるんですよ。でそれほどこれ古い。で日本の歴史にはですねまあようやくまあ うようやく言うといかんですがこんなことは戦後初めて分かったんですが、ね、日本は勝った勝った新国じゃからもう負けたあれはないんやというの誇りに持っとったけど冗談じゃねえんですよ。<laughs> 本当の歴史のはね、まあ、大変な大負けしとるわけですよ。それはここにも書いてるようにね <laughs> あのここ,ここはないですが朝鮮半島がこうなんです 向かってまああの左の方のこうカクッと引っ越してそのカクッとしたちょこっと上にですね、うんえー、この白村港っていうのがあるこれは土地の名前ですねまあ白村港白村港で、まあ、今通るようになったんですが、えー、墨の江ととも言うんですが白村港の戦いでですね これはもう朝鮮軍、それからまあ中国のまあ連合軍に、もう日本の海軍はもう全滅して、ここでいやいや2千にゃにゃ、万、二万一挙にですね全滅して、血が赤くなった湯でか書かれと、この航海ですよ、ああずっと下の方の左側ですね、最終島のちょっと上ですよ。 ほいでえー、それがまあここにも書いてるように天地点の2年これがですねもう大敗戦ですねでそこに、えー、この平和な島もですねこういつ攻めてくるかわからんぞとほらもう朝鮮からいつ攻めてくるかわからんぞいうわけでまああの満島に こういう法類を築いたんですね法類を築いたこれが今ちょうど残っとると言われてるでこれはここの島だけやので九州辺りでもですねこいつ来るかわからんのうちわけでもビクビクして法類を築いてるんですねそれがこの残っとる福岡県やそれから佐賀県辺りもちょうど残っとるんですよねでそういうことでございまして、えー、昔日本の歴史をたどりましても大変ここは国王城の大事なところです So you gotta...